今回は連立方程式を簡単に解くことができる吐き出し方法について見ていこうと思います。このような連立方程式は行列を使うとこのような形で表せます。ここでこの行列を単位行列にしたいのですが逆行列は簡単には見つかりません。そこでうまく行列を変形して単位行列の形に直接持っていこうと思います。xyz のベクトルを省略してこのように表して行自体は入れ替えても問題ないのでこのような形に変形します。2行目から丸1を2倍したものを引くとこのようになって3行目から丸1を3倍したものを引くとこのようになりますから1列目は単位 3。行列の形に変形できました。同様に1行目から2行目を引くとこのようになり、3行目には丸にを4倍したものを足してあげるとこのようになりますから、2列目も単位行列の形になりました。3行目には1が出てきていませんが、-18 で割ってあげればこのようになるので1が出てきます。あとはこのようになりますから、目的の単位行列の形になります。ここで元の行列の形に戻してあげるとこのような形になりますから X y Z 2。xyz は234ということがわかるわけですね。この方法であればプログラミングも容易なので、興味がある人はぜひ自分でプログラミングをしてみてください。